今日は宿題をします。暗いですね。なんとリミさんね、早々と病気が再発しました。何もう一回聞こえなかった。何つったの？学校嫌なの？学校嫌になっちゃった。ゴールデンウィーク明けは嫌だよね、学校ね。しかもね、6時間で寝ないでください。宿題やなきゃ。今はちょっとね、今日連休明けからしほちゃんのダンスで、今ねしえちゃんのダンス待ちで時間つぶしなんだけど、りみちゃん宿題終わってないので宿題持ってきました。今日りみちゃん帰ってくるの遅すぎて心配しちゃったよ。もう帰ってこないのかと。迎えに来たんだよ。そう、迎えに。だってしほちゃんが帰ってきたのにりみちゃん帰ってこないしさ、ママ心配したしさ、もうどうしたんだろう、こんなこと初めてと思ってね、え心配したんですけど。別にいいよ。別によくないよ、心配したんだよ。だって帰ってくる、帰ってきてくれたけどさ、遅すぎて、遅すぎても心配になっちゃうんだよ。いくら学校から家が近いとはいえ、近いから余計心配だよ。こんな近いのになんで帰ってこないのって思っちゃう。あははじゃなくて。答えやだな。何やだ。やだ。ない。なんで言ってよ。どうした？宿題やだ。宿題やだね。もう学校もやだし、宿題もやだし。ま、全然終わってないよ。やる気がないとなかなか進まないもんね。やる気ゼロ。困ったね。困る。病気が再発ですね。五月病って言うんだよ、そういうの。何それ知らない。ゴールデンウィークね、終わった頃からね、何もねしたくない、学校行きたくない、もうやる気がないってなるのはね、五月病っていうの。去年も多分リミになったんじゃない。だから再発だね。再発って、うん、またなっちゃうこと、また病気があれ発症しちゃうの。発症、うん、また病気になっちゃったってこと。病気になった。うん。困ったね。おバカさんになった。おバカさんになったの？困る、おバカさんになるのは。リミね。うん。眠くておバカさんになる。そうなの？見て。一瞬だけ裏見せるよ。うん。あ、まだ葉っぱ入ってんだ。大切にしてんの？そう。そっか。前も葉っぱあったよね。うん。見て、もう壊れてきた。だからね、ここだったら虫来ないから、ね、うん。あ、今折った気がする。でもさ、リミ、学校さ、だん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 さ、また生活リズムが整えば楽しくなるよ。やりなさい。うんうん、宿題もやんなきゃいけないし、やりなさいってこと。学校も頑張っていかないとね。見て壊れてきた。ねえ、リミ。あ、壊れてきた。もうそれすごい、ずっと使ってるもんね、この筆箱ね。ずっと使ってる。1年生入学してから使って、まあ一時期違う筆箱に変えたけど、また戻ったんだもんね。また。これが好きだったの？お、やる気出てきた、ちょっと。ちょっとだけね。ちょっとだけ。見て。休憩カルピス。あ、そう、さっきね、ダイソーで買ったの、カルピス。でも、リミちゃんのやる気が出るように、おやつに今、ポテトを買いました。今、ポテト待ちなんだけど、まだ出来上がってないみたい。今ね、揚げてくれてるの。え？宿題？宿題やる？お、やる気出てきた。頑張って。やる気出てきました、リミさん。今日は漢字なんだよね。見て、うん、見て、
あ、ニモのシール貼ってくれたの、うん、先生、うん、なんで上手だとね、うん、シール貼ってくれる。すごいじゃん。じゃあリミ上手だったの。うん、あとねリミね、うん、ネイルも好き。へえ、そうなんだ。チップじゃなくてデール派なの、うん、へえ、そうなんだね。はい、ちょっとやってきた。あ、そうね、ちょっとやったんだけど全然進まなくてね、今日ね、やる気なしで。なんと初めてじゃない、ダンスに宿題持ってきたの、うん、ね、今までを順調に終わらせてから来れてたのに、今日はもう全然終わらないでね、来ちゃったね。しほちゃんのダンスが終わるまでに頑張って終わらせないとね。今は星と夜。あ、星と夜描くのね。次ね、星ね、うん、あともうちょっとで終わるよ。そっか、やってきてよかった、うん、だってここでするの恥ずかしいんだよ。そう？でもみんな勉強してるんだよ、こういうところで。学生の人はね、みんなこういうとこでね、やった方が逆にね、はかどるって人も多いんだよ。そうなの？うん、お家でやるとさ、ダラダラしちゃうじゃん。こういうとこでやった方がやる気が出るって人も多いからね。そうなの？うん。どうして？どうしてって、なんだろう。お家じゃないから。お家だとさ、スマホとか見たりさ、あ、来た！ちょっとママ取ってくるね、ポテト。一人恥ずかしい。ポテト来たよ。イエーイ。一緒にやる。ごちゃごちゃしたポテト来ました。リミが左手で、ね、うん、暖かくから帰れるようにしてくれる。うん、あ、うん、桃って優しい。ママいつも優しいでしょ。そうやよ。そうなのって言った。え、ママや、そうだよ、そうだよって言ってくれたのね。ママ優しいよ。リミちゃんがさ、少しでもさ、やる気になってくれたらいいなと思ってね。じゃあちょっとしばらくやりましょう。はい、頑張って。もうお口ばっかりペラ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 動いてね、全然進まないんですけど。もうほらダンス終わっちゃうし、ちゃん、いいじゃなくて、もうほんと、あ、切れちゃった。もう本当にやる気、もうやる気ないんだから、あなたは本当にねえ。もうちょっとさ、やるときは真剣にやらないとダメよ。やりません。なんでよ、真剣にやって。頑張って。これ何の字だと思う？中？さあ夜中？うん、はい、場面終わるまでもうポテトダメ禁止。終わってからだよ。ポテトは終わってからゆっくり食べよう。もうとりあえず終わらないと。次の夜って分？ん？月の夜だ、月の夜。月の夜って分？言葉作り？うん、言葉作りに入る？うん、月の夜。ここに月の夜です。もうエミさん終わりませんでした。もう行くよ、ダンス終わるから。聞いてる？リミ、ほら行かないと。終わらなかったね。あともうちょっとだったのに。めっちゃ怒ってる。自分がペラペラ喋ってたのがいけないんじゃん。ペラ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 喋って手動かなくて。だってあともうちょっと。だってもう行かないと。
もうちょっとだけど。伸びてくるの？もうちょっとだけど終わらなかったには違いないでしょ。下敷き持ってくるの忘れてた。ああ。グミペア。サンジーなおやつが甘いな。